陣形を保持、直進する。スロー再生。エリア封鎖。冒涜者、冒涜者、君たちは必ず天に罰せられる。敵襲。目標の排除を確認。達成、完了、解決。次、ゲームが変える。持ったの？敵襲。制圧射撃を始める。タイタンを信仰するのは世間の罪を浄化するため。タイタンは心からの祈り。暗く長い九つの夜を自分の傷に捧げる。入ってなかったんだもの。目に入ったからつい読んじゃっただけ。
同胞たちにタイタンのご加護がありますように救いを。ねえ、あんたどうやって読めるようになったの？私には字すら全くわからないわ。目標達成、指示を待つ。準備完了。敵襲。あのイカレ野郎たちは何してんの？あそこにいるのは行方不明の調査隊員。早く奴らを止めるの。あんたらこの人たちに何したの？慈悲深き司教は彼らに浄化を受けるチャンスを与えた。だが浄化は失敗した。こいつらは冒涜者、冒涜者にしよう。慌てる必要はない。制圧射撃を始める。どう？あの人は見つからない。逃げたんだろう。他の人は？全てのバイタルが停止してる。ドアを開けるな。開けたら彼らの体は一瞬で消える。カロリンに連絡しろ。彼らを家に帰す。キリがない。貧しくても裕福でも等しくタイタンの恩情を受けられる。祈る。そうすればタイタンは心からの祈りに応える。つなごう。力を合わせればタイタンの導きを得られる。分析員はまだ知らないわよね。これはあいつらの日常の儀式。解除確認。今さら私に出てもらおうと思ったの？Thank you.
待て、一時待機。準備完了。敵の増加を確認。暗く長い9つの夜。目標達成。指示を待つ。役に立たない。一時待機。敵襲。エリア封鎖。火力限界。これからどこへ向かう？こっちだ。下水道に沿っていく。制圧射撃を始める。
道徳者は裁かれる。タイタンを信じる者のみ救済される。うるさい。私はやめろ。今は案内人が必要だ。やる火力で。こいつの言う通り、道徳者は裁かれる。まさかニタもあのなんちゃら死者に狙われてるの？降臨だ。早く歩け。必要の排除を確認。昼も夜もあっという間です。メンスで分析員、上を見て。これは汚染を広める元凶、金生物だ。私の支援。それに私があんたの後に出るなんて。行動開始。静かに。ねえ、ウェンスデー、あれは？前にあった人形に似ているが、明らかにあれより強い。ふっ、何が死者よ。ふざけてんの？私だって、勝て、火は危ないよって断らなかった。暗く長い九つの夜を、自分の傷に捧げる。